ゴール、徳島市陸上競技場と福島マラソンは通常年4月下旬の日曜日に徳島県と徳島市が開催する四国最大規模のフルマラソンである全国ランニング大会100選に選定されている愛称は特マラ2008年の第1回大会は4月27日に2009年の第2回大会は4月26日に 2010年の第3回大会は4月25日に開催された。なお、第2回の開催決定に際し、2008年秋頃に競技コースのルートが一部修正、変更された。なお、統一地方選挙が行われる、西暦年を読んで割り3余る年は、開催が3月に繰り上がる。2008年4月5日の神戸屋はージ、ナルト自動車道開通10周年を記念して、 徳島県と徳島市が開催。メインキャラクターは、竹ちくわをモチーフとした徳島県のマスコット、チッカーズ。コースは、徳島県庁前国道55号起点付近を出発し、吉野川大橋を渡り、淡路吉野町にある最上大橋で折り返す。そして、ゴールの徳島市陸上競技場までの4 2 1 9 5トルを走る。制限時間は七時間。 スタート地点は開催当初徳島中央公園内にある足の門広場だったが参加人数規模拡大に伴い徳島県庁入り口に変更された後2017年大会より現在の場所がスタート地点になっているなお第1回大会時の参加者は高校生を除く18歳以上のもので当初3000人規模と見込まれていたが予想以上の人気で応募が殺到 調整の結果5000人へと拡大された。飯泉よしみも徳島県知事は、この徳島マラソンを2010年までに実現させると、知事選でマニフェストに挙げており、見事実現へとつながった。公表により、翌2009年に第2回大会が開催された。定員は4000人の先着順で、2008年11月22日より募集を開始したが、 一週間ほどで定員に達したため、申し込みが締め切られた。続く2010年の第3回大会の定員は、前回より2000人増の6000人の先着順で、2009年12月1日より募集を開始したが、翌日12月2日の24時をもって、早々定員に達し、締め切られた。エントリー枠は7000人に拡大された一方、 7,815人の応募を受け付けた。しかし12月2日21時以降に入金処理のあった815人についてはシステム上で受付及び決済を完了したにもかかわらず参加を認めないとする決定が2月10日付で通知された。2011年の第4回大会は当初定員7,000名に達した時点では申し込み者全員を対象に 定員分を抽選する予定であったが、あとに5000名を申し込みの先着順、残りの2000名は申し込み順に関わらず抽選に変更されるとした。なお、統一地方選挙の関連に伴い、約1ヶ月切り上げられ、3月20日に実施される予定であった。しかし、大会直前の3月11日に発生した、東北地方太平洋沖地震の影響により、 5日後の3月16日に第4回大会の延期が発表された。また、2020年大会と2021年大会は2019、新型コロナウイルスの影響で中止となった。2016年大会以降の定員は1万5000名で、ある。数字マイナスは優勝回数、記録は大会記録。フルマラソンは東マラソンと徳島。 海洋究極の清流甘川風流マラソンの二つのみ、ありがとうございます。